演武開演。どうも、本日はこちら、日本の果実、愛媛県産紅マドンナをいただき食べたいと思います。では、いただきます。本来私は、でもこれは程よい酸味とシロップの甘みが果肉のちょっとした食感と合わせてとっても美味しかったです。自分はこういう大きめのみかん、酸味が強いことが多いのであまり好きではないのですが、これはシロップがそれを見事に打ち消し、かつ調和していたので本当に美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。